ハマギギカは、ナマズ目に属するトガの一つである。ゴンズイカと共に、ナマズメの中でも海水魚を含む数少ないトガの一つとして知られている。本家に属するおよそ143の種の中には、海域に生息する種のほかに、寄水域を含めた、淡水域に生息する種も多数いる。世界各地の温帯域から熱帯域で見られる。 本家内の系統関係は未だ明確ではない。本家に属していた族のうち、五後族とアンカラヤス族の2族は新たに独立のアンチャリーダーかに移されている。ハマギギ家は2つの赤に分けられる。一つはゲーライクシーズ族のみを含むゲーライクチーニー赤であり、もう一つがその他のすべての族を含むハマギギ赤である。ネルソンは本家を アンガシウスカやギギカと共に、ギギジョウカに分類した。ただし、前述のアンチャリーダイカと本家をまとめて、アリオイデアジョウカに分類する分類も提唱されている。本家魚類は、インド洋、太平洋、大西洋を含めた、世界各地の水域に生息するが、主に熱帯域や温帯域で見られる。エスチュアリーやラグーンなどの寄水域に生息する種が多いが、 完全に海水域のみに生息する種、あるいは淡水域のみに生息する種もいる。日本からは、浜木々、大阪浜木々、東海浜木々の3種が記録されているが、いずれも、奇種である。尾ひれは深くに刺する。通常ひげは3体ある。頭部及び背びれの近くには、骨盤が存在する。少なくともいくつかの種では、背びれや胸びれに、有毒の棘を持つ。油びれを持つ。 海洋に生息すること以外にも、本家の魚類は、他の生詰め魚類とは異なる独特な生態を見せる。その例としては、本家に属するほとんどの種はマウスブルーダーであることが、挙げられる。オスは、数十個ほどの卵を口の中に含んだまま、卵が不可思考が自由遊泳を始めるまでの2、ヶ月ほどを過ごす。このトガの中でもよく知られているアライオプシスフェリスは、 マサチューセッツからメキシコに至る大西洋の西岸に豊富な種である。本種は最大で5 5キログラムに達し食用とすることもできるが、釣りの対象魚としては好みが分かれる魚であり、しばしば餌の横取りをするとして迷惑がられる。より小型の種は水族館や家庭における干渉魚としての価値を持つ場合もある。1972年には、 シカゴのシェット水族館が飼育下でのアライオプシス、フェリスの繁殖に初めて成功し、その後も何度か成功させている。シアッツセーマンには観賞魚として人気があるが、アリアスバーニーやアリアスグラファファといった誤った学名で流通していることが多い。ありがとうございます。